まずは、Google で、英語で X メディアと入れて、確定します。すぐに結果が表示されて、だいたい一番上に、窓の森が来るので、それをクリックします。窓の森が開いたら、そのまま、ダウンロードをクリックします。クリックして、数秒ぐらいで、保存先が開くので、少し待ちます。保存先が開いたら、そのまま、保存ボタンをクリックです。規定値だと、ダウンロードフォルダになってます。画面が邪魔になるので、一旦、ブラウザを閉じます。そして、エクスプローラを開いて、保存した場所をクリックです。中にある、そのファイルをダブルクリックします。この画面では、English のままで、OK をクリックです。この使用許諾の画面では、上の方に、チェックを入れて、NEXT クリックです。インストール先も、規定値のまま、NEXT をクリックです。フォルダ作成も、規定値のまま、NEXT をクリックです。ここでは、ショートカットを作るにチェックを、入れて、NEXT をクリックです。この画面では、インストールをクリックです。すぐに終わり、完了画面が表示されたら、チェックを外して、下の、フィニッシュをクリックです。デスクトップにある、アイコンをクリックして、起動します。すると、自動で日本語で表示されているので、インストールは、これで、完了です。